五条局は平安時代後期から鎌倉時代初期の女房、家人。父は若さ守る藤原千方だ。母は美福門院の宇母宝器。実名は不詳であり、一般に美福門院加賀と呼ばれる。若い頃は加賀の女房名でトバ院皇后宮徳子に仕え、老年は五条局の名で徳子の娘である八条院に仕えた。藤原亀爪の妻となり、 工事元年に、高信を産んだが、工事二年に、ためつねが出家し離縁された。その後、高信を連れて、藤原俊税と再婚し、成家、え、定家、剣御前など多くの子女に恵まれた。高信が、母の紫式部が、例に一な行せられしにだらに品を取りて、娘婿藤原宗家も、紫式部のためとて血縁兵へしはべりけるところに、 薬草油品を送りはべるとてという言葉書きを持つ歌を残していることから、香川は紫式部の供養を行うほど、源氏物語を深く愛する女性だったと考えられている。なお、同時代であることから、長剣の源氏一品業にある源氏供養の依頼主、大世主前常備国を香賀とする説もある。香賀の死は家族らに衝撃を与え、春勢が、 年頃の友子供の母のために九種の愛称歌を読み、色紙内親王が十一首昭和しているほか、帝家、春勢、九条義経、陰府門院、大助、賢章による愛称歌が直線和歌集に残されている。帝家が戦者を務めた直線和歌集に帝家母として二首に詩集している。女に使わしける、後代合宮大部春勢よしさらば後の与とだに、頼めおけつらさに、 答えのみともこそなれ返し藤原定家阿蘇を母頼め、おかむたださばかりをちぎりにて売れき世の中の夢に、なしてよ春勢の、長州営奏、春勢歌集によると、佐賀野で、ほのみける女に何度か文を送ったが返事が全くなかったためこの歌を送った。仕方ない、ならば、せめて来世には会うと約束してください。あなたに振られる、辛さに耐えられず死ぬこともあり得ますからと迫る春勢に、 大使、来世のことは約束しましょう。ただその約束だけを、現世の、ちぎりとして、男女の中は辛いこの世に見た、儚い夢と諦めてくださいとあしらう。これが加賀からの、初めての変化だった。この像東映は、新古今和歌集の連歌三の漢軸を飾るほか、定歌の集歌戦、定歌八代賞にも取られている。定歌少々になりはべりて月明かき夜。 喜び申しはべりけるを見はべりて、明日に使わしける県中なごん定ぼ、帽、三笠山道を踏み染めし月影に今ぞ、心の闇は、晴れぬる定かが、少々に昇進しほっとしたという親心の歌である。A.B. 春税歌集、松野陽一、殿香る、藤原春税全歌集2007年、笠間書店、少年寺美福門院皇后宮五次、かが、 老年玉物八条院長下渋見の時、豪五上局、尊卑文脈によるとためつげには、高信の他に二人の娘がいるが、母親が科学は不明。高信州、新直線和歌州、後藤丹治、源氏一品京と源氏漂白、運の安を、今鏡の源氏物語論、作り物語の行方についてハット AB 松の、陽一、殿薫。 藤原春勢全下集笠間書店、2007年、丸山人氏、陰性期における、五願寺と大家良荘園の形成、初集、丸山、陰性期の大家と五願寺。ありがとうございます。